五輪塔、画像右手は伝承町妻墓。画像には映っていないが、象徴妻墓の隣に三期目の五輪塔が立っている。両戦時は、静岡県下田市七良県町三丁目にある、日蓮州の寺で、三号を法純山とする。旧本山は、三延山工藤寺。脱死法園。漢文十二年の創建で、海山は、行学院日朝、海期は、 下田奉行今村政長。日米和親条約の付属条約、下田条約が締結された場としても知られる。境内から山道にかけて、無数のアメリカジャスミンが植樹されており、ジャスミン寺の別名も持つの別名で、木製家のジャスミンとは異なりなすかである。境内に隣接して、宝物館が隣接する。寺は、下田条約締結の地として、国の史跡に指定されている。 境内に隣接したところに、両船寺の宝物館が設置されていた。両船寺関連文章をはじめ、黒船、異文化交流関連資料、生徒宗教との関わりをテーマにした、秘物コレクションなどが展示されていた。2016年にマブス黒船ミュージアムとしてリニューアル、された。日本人から見た、外国、外国人から見た日本をテーマに16世紀から19世紀の資料が収蔵。 展示されている。ありがとうございます。